諸見里忍は沖縄県名護市出身の女子プロゴルファー。東京都在住。それ以前は兵庫県神戸市に在住。大金工業所属。師匠は江ただし、9歳でゴルフを始め、ジュニア時代の多数の大会で優勝を飾っている。同じ沖縄出身の上原彩子に勧められて、岡山山陽高等学校に進学。 岡山山陽高在学中からプロトーナメントに参加し上位に食い込む活躍を見せる。2005年5月のブリジストンレデ,ディスではもう少しで宮里愛以来のアマチュアツアー優勝かという活躍を見せる。この時はプレーオフのかかった18番ホールで5メートルのバーディーパットを外し3位体に終わっているがこの活躍から同年に行われた世界女子マッチプレー選手権で 唯一のアマチュアゴルファーとして出場を認められた。6月に日本女子アマチュアゴルフ選手権競技で優勝。7月末の女子プロゴルファーテストに合格。プロデビュー戦となった日本女子オープンでは3オーバーで5位入賞を果たす。その後、マスターズゴルフクラブレディースで4位、樋口久子 IDC 大塚カグレディースで2位に入り、わずか出場3試合で、 賞金ランキング49位に入り翌年のシード権を獲得する。2006年はプロ転向実質半年にしてアメリカの全米女子プロゴルフ協会ツアーへの参戦を表明。ルプガのレギュラーツアーのシード権を争うクオリファイングスクールでも最終予選会を9位で通過し、日本ツアーと掛け持ちでプレーすることを表明。 同じ沖縄出身の宮里愛も同年よりルップガへの参戦を表明し、共にアメリカ各地を転戦するシーズンを送った。帰国後、キャノンと3年に1億円のスポンサー契約を結ぶ。2006年10月に行われた三協レディースオープンでは、師匠の江ズレ・タダが見守る中、2位の全美邸に1打差で日本国内ツアー初優勝を飾る。この優勝は、 出身校がある岡山県の地元市、山陽新聞スポーツ面の他に一面でも初優勝の記事が取り扱われた。なおこの大会では優勝後の記念撮影で、スポンサーを務める三協の CM に出演していた、志村健と愛因のポーズを見せるファンサービスも行っている。日本国内ツアーを再び主戦場とした2007年は1月に南アフリカで行われた第三回女子。 ワールドカップに日本代表として上田桃子と共に出場。9月には日本女子オープンゴルフ選手権競技を制し、初のジェルピーがツアーのメジャータイトル優勝を飾った。なお、同年10月23日に3番目の兄を雲幕下出血で亡くしている。2008年も前年同様女子、ワールドカップに出場し、佐伯美希とのコンビで3位入賞を果たす。 日本国内のツアーでは、アクサレディスゴルフトーナメントで優勝。また、ダイキン工業と3年間の所属契約を締結する。2009年は諸見里にとって、飛躍の年となった。5月のワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップで、自身のジェルピーが、メジャータイトル2勝目を飾る。ジェルピーが、メジャータイトル2勝目最年少記録は、 宮里愛の持つ21歳83日に次ぐ22歳298人。8月には CAT レディースゴルフトーナメント優勝で生涯獲得賞金3億円を突破。23歳38日104試合目での獲得賞金3億円突破は宮里愛、横峯桜に次ぐ歴代3位。9月にはゴルフ後レディスプロゴルフトーナメント優勝で 自身初、現行ツアー制度志向五人目の年間獲得賞金1億円を突破。また、日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯では、自身初の2週連続優勝で、同年の日本国内メジャー大会に連勝を果たし、日本女子オープンゴルフ選手権競技、ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップと合わせて、史上8人目。 最年少でのジェルピーがメジャー3冠を達成する。なお、賞金女王争いは、最終戦のループがツアーチャンピオンシップまでも連れ込んだ。結果、同大会では、横見に桜が優勝し、年間でも6勝を挙げ賞金女王の座を獲得。2位イにとどまった諸見里は975万円差で、賞金女王を逃すも、 獲得賞金1億6526万2708円はリーディング2位の選手としては史上最高額であり通常なら大差で賞金女王に輝いてもおかしくない金額であった2009年11月台風9号豪雨で甚大な被害を受けた兵庫県佐用町と岡山県に水害義援金各50万円を寄付2009年12月出身地でもある 名護市と社会福祉法人に優勝時の副賞で受けた乗用車を寄贈。また民間ドクターヘイ用二用法人と名護市に計100万円を寄付。2011年7月、スタンレーレディスゴルフトーナメント最終日でハーフ27ストロークの日本男女ツアー双方での新記録を達成。この記録は女子プロゴルフ界におけるギネス世界記録として認定された。 2012年1月、高校生活を過ごした岡山県浅口市から浅口夢大使の移植を受け、地域貢献活動にも力を入れる。2013年以降は一転して不審に陥り、賞金シードを失う。2009年に獲得した公式戦2勝による5年シードも2014年までであったため、2015年シーズンに向けて、 プロ生活で初めて QT から挑むこととなった。最終 QT を34位で終え、辛くも2015年シーズンへの出場権を得た。その2015年もアレルギーや肋骨痛に悩まされ、シード権獲得はならず、2016年は QT には挑戦せず休養すると発表。2016年は主催者推薦等で出場資格のある試合のみに出場したが、 前線で予選落ちを喫している。2018年はシーズン前に3週間に及ぶ体合宿をこなすまで体調も回復し、地元沖縄でホステスプロとして臨んだ初戦のダイキンウーキットレディスでは最終日、最終ホールのバーディーで詐タ体に食い込み、2012年のメイジカップ以来となるトップ3フィニッシュを果たした。2019年11月20日、今シーズン限りで、 ツアーから撤退することを表明した。スイング重視のえずれただし門下の例に漏れず、モロミザ里はスイングフォームが大変美しく、そのフォームは女子プロ随一とされている。また自らヒップサイズが1 0 0トルあることを公言しているほどお尻が大きくモロミザ里の特徴の一つとなっているが、これもえずれによる徹底した下半身強化の賜物である。一方で、 えずれはブログで、諸見里のコースマネジメントを、課題の一つとして、たびたび指摘しており、諸見里は疲労のたまりやすいシーズン半ばに、予選落ちが続く傾向にある。諸見里自身は右利き右打ちであるが、一方で右脳を鍛えるためとバランス感覚を養う、ために、箸の持ち手を左にし、またスコアカードを書く時も左手であり、ウォーミングアップの時も左打ちにするなどしている。 これは、片山慎吾から教わったものが影響している。なお、当初は左手を使うことに苦労し、ラーメンを食べられるまでに1ヶ月を要した。少しお休みを、諸見里忍公式ブログ2015年11月3日、諸見里忍が、来季フル参戦見送り休養を、優先ゴルフダイジェストオンライン2015年11月2日、通算急勝の諸見里忍が、ツアー撤退を表明。 ゴルフダイジェストオンライン2019年11月20日閲覧日本テレビエンジンありがとうございます